こんにちは。 NPO 法人交通事故と労災をサポートする会日本理事長の小楠です。今日はですね、事故サポ日本でですね、配布の方をさせていただいている与える力についてね、お話をさせていただきます。そして、絶大なる力、与える力の成功法則とですね、事故サポがどうしてできてですね、これこういった短期間でですね、これだけの広がりを見せたのかというね、お話をね、今からさせていただきます。はい。で、このお話の中でもあるんですけどね、持っている方はですね、お手元に置いて、お話聞いていただくと分かりやすいと思うんですけど、こちらの絵でもうすべて終わりです。はい。で、説明のさせていただきますとですね、義理も恩も返すなと、ただひたすらに見返りなく与えるのが与える力だという説明なんですけど、まあでもね、義理も恩も返してくださいね。はい。義理と人情を計りにかければって何は武士がありますけどね、どちらが重いかというとですね、どちらなんでしょう。このじゃあ人情と義理の説明させていただくとですね、人情はですね、まあ言ったらね、思ってるだけなんです。あの人にお世話になったな、いや、あの人のおかげで今があるなって思ってるだけなんです。義理はね、義理を果たすっていう通りですね、行動する、返すことを義理って言うんですね。思ってるだけ、思われてるだけなのと義理を果たされてるのとですね、皆さんどっちがいいですかね。自分だったら、まあ、こちらですよね。はい。で、皆さんね、義理も返してるし恩も返してると思うんですよ。ですけどね、こちらはですね、昔で言うとですね、三方よしっていう言葉がありますよね。三方よし、これはどうですか。二方よしなんですよね。はい。ということはね、これはね、相互関係なんで、与えて返す、与えて返すってね、もうこの人からしか返ってこないっていうんですね。こう相互依存関係にあるんで、この人からもらえるだけなんです。まあ、別にもらえるからやってるわけじゃないと思うんですけど、そうするとですね、これシステムの問題ね、まあ、本当は心の問題なんですけど、分かりやすく、まあ、システムって呼んじゃうんですけど、システムの問題でね、これだと結局この人からしか返ってこないですから、小さな成功しかないですよね。もしくは返ってこないか、失敗ですっていうふうにですね、まあ、小さい成功と失敗に陥っちゃうっていうね、まあ、それよりもですね、世の中を良くしていこうと、世界を良くしていこうというね、お話を今からします。はい。これです、与える力を使ってください。でもう見返りなしにですね、ここで返さないでください。この方いいです、もう与えてますからね。この方返すとこれ、あれ見たことないですか、これになっちゃいます。終わっちゃいます。 It's finished になっちゃいますんで、ここから広がりを見せて世の中を良くしていかないといけないですから、はい、ここだけで世の中が良くなっているかというとちょっと難しい、広がりが欲しいです。なのでひたすらに与え続けてください、与え続けてください。そうするともうこれだけですね、とんでもない広がりが生まれるわけですね。うん。そうするとこの広がりがですね、でも人間はですね、人口はですね、限られた人数しかいないですからね、無制限にいるわけじゃないですから、一つの町でも村でもですね、もう決まっちゃってますからね、これ帰ってきちゃうんです、自分のところにですね。はい。これが絶大なる、逃げてもどんなに嫌がっても帰ってきてしまうというね、与える力なんですね。でこれが最大の成功法則という言い方もできるんです。でこれでできたのがNPO 自己サポなんです。もともとですね、自己サポはですね、静岡県浜松市のですね、一箇所の接骨院で始まったことなんです。もともとね、そんなに来てるところじゃなかったね、交通事故の方なんかゼロだったんです。ゼロだったんですけどね、本当にお答えしていこうと。で、まあ、賠償の問題もありますからね、弁護士の先生、行政書士の先生とかですね、まあ、修理の方とかですね、保険代理店の方とかですね、そういう方とですね、組んでですね、全てにお答えするようにしたんです。まずここがうまくいかないと話が進まないんで、
ここをですねやったんですね。そしたらですね、そこからまた広がりが出たんですね。はい。じゃあそれをね、じゃあこれよ、これはいいよと、あなたもここ行ってみな、あなたもここ行ってみなっていうことですね、まあ、患者さん被害者の中でですね広がりが出ていったんですね。まあそれプラスですね、まあ私治療科なんですけど、また接骨院ね、の院長だったんですけど、そこからですね、じゃあですね、うちの方で来られてる方がですね、法律のこと、賠償のことでも困りしてるんでね、先生お願いしますよと、行政書士の先生だったんですね、弁護士、それまた弁護士の先生に紹介していただいたり、で車の修理で困ってる、じゃあね、いや保険でも困ってる、でそれがですね、まあ、いろんなエリアで、いろんなエリアの方に、また他の自転車屋さんとかですね、そういうふうにどん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 ですね広がりを見せていったんですね。はい。まあ、その結果ですね、まあ、患者さんに患者さんにされ紹介紹介紹介伝わっていてですね、接骨院ってね日本で4万3000件あるんですよ。これは日本の全部のコンビニより多い数なんですけど、その中で一番交通事故の方を救済することができる接骨院がですね、整骨院がですねできたんです。こう言ったら日本一帰ってきちゃったんです。はい。でそれをですねさらに与えていこうと、要はそれだけのね結果とやり方が出て分かったんだよね。でそれをですね全国の方に伝えようと、浜松でいくら頑張ってもですね、札幌の方もですね、鹿児島の方も来ないんですね。だったらですね、でもね札幌にも熊本にもですね、被害者の方いるわけですよ。うん、いるんで、まあ、その方に伝えようと、札幌の先生に、ね、東京の方に伝えよう、大阪の方に伝えようということでですね、それで広がっているのがですね、今ものすごい勢いで広がっているのが自己サポなんですね。はい。というふうな与える、絶大なる与える力によってですね、もう皆がいいと、はい、という活動をしています。はい。ということがですね、まあ、こちらにさらに詳しく書いてあってですね、これもさらにものすごい広がりを見せていてですね、自己サポで出しているんですけど、まあ、今10万冊ね、もう全国の方に配られてます。というのはね、やっぱりこうおばあちゃんに読ませたいとかね、息子に読ませたいとかですね、まあそういう方も出てきてですね、全国でね配りたいから100冊送ってくるとかね、200冊送ってくるとかですね、そういう話もですね本部の方にどんどん来るわけですね。はい。でこれからですね皆さんねどうしていただきたいかというとですね、ここです、この4つです。まずこれ読んでください、与える力。はい。読んでいただいて、まだねこれ持っていない方はですね、今動画見られてね読みたいけどという方はですね、本部の方に請求してください。もしくは自己サポの全国にある支部に置いてありますんで、そこでもらってください。でホームページの方のフォーマットでね、請求の方もできますけど、こちらのフリーダイヤルの方にねそのまま直接本部の方にかけていただいてもですね、受付させていただいて送らせていただきます。無料でね送らせていただきますん で、あとはですね、これ他の人にまたですね、与えてください、これ読んでねって言ってですね。はい。で今度はですね、この与える、世の中を良くしていく、世界を良くしていくですね、与える活動にぜひ参加してください。一緒にやっていきましょう。はい。であとは交通事故にあったらですね、もしあったらですね、会わない方がいいんですけど、会っちゃったりしたら自己サポにですね、来てください。全国に、支部がありますんでね。はい。というふうにですね、この自己サポの活動もですね広がっていってますんでね。はい。一緒にね活動、自己サポの活動もですね一緒にしていただいてですね、交通事故のことにですねお答えしていってくれればいいかなと思います。はい。今日はですね、はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。